皆さん、明けましておめでとうございます。西尾ノートをご覧いただきありがとうございます。今年もですね、西尾市の様々な魅力を発信できるように頑張ってまいりますので、引き続きご視聴をよろしくお願いします。そして今回は、新年記念すべき1回目ということで、お忙しい中、西尾市長にご出演をお願いしました。それでは市長どうぞよろしくお願いします。はい。新年明けましておめでとうございます。西尾市長の中村健です。昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症で世界中が大混乱した1年でした。新年を迎えた今もまだまだ収束は見込めない状況にありますけれども、西尾市でもコロナ対策を最優先に万全の対策を講じてまいりたいと考えております。皆様方も不安はあるかと思いますけれども、誹謗中傷や差別をすることなく一丸となってこの難局を乗り越えてまいりましょう。よろしくお願いします。ところで今日は何をするんでしたっけ？はい、こちらです。お待ちくださいね。こちらご用意させていただきました。はい。今回はこちらの体験複雑書があるんですが、はい、この岩瀬文庫にある占いまじないの本の中からこの複雑書というものを使って、その西尾市の今年の運勢について市長に占っていただきたいと思います。はい。ちなみにこの複雑書って名前はどういう理由？わかんないんですけど、江戸時代に出版されたもので、はい、安倍の生命の家に伝わっている、秘伝の占いとして江戸時代に出版されたものになります。はい。やり方についてはですね、こちらあるんですけれども、はい、占う事柄をこの第1から第13までのうち1つ選んでいただいて、はい、でこの丸2の呪文を、呪文ですよね、を3回唱えて、はい、この中からくじを引くと。はい。それによって、占い結果が出るというものなんですが、この本来ですと個人の占いを占うものなんですけれども、今回はこれをちょっと西尾市の運勢に置き換えて占っていただきたいと思います。はい。わかりました。はい。で、ですのでこの第9のですね、悩み事願い事についてというところがいいかなと思っておりますので、はい、では早速市長、はい、では2021年の西尾市の明るい未来を願って精一杯引かせていただきます。ちはやぶる神の子供の集まりて、作れる裏はまさしかりけり。ちはやぶる神の子供の集まりて、作れる裏はまさしかりけり。ちはやぶる神の子供の集まりて、作れる裏はまさしかりけり。はい、ではえい、はい、お8番、8番ですね。ありがとうございます。では8番の結果を、はい、ドキドキしますドキドキしますね。いい運勢であることを願いながら、こちらの第9願い事悩み事についてということで、はい、引かれたの8番ですので、8番こちらですね。こちら、はい、思いのままの異なるべしということで、例でいきますと、夫婦円満、末永くと願えばその通りになって、奉公人を何人も雇えるような裕福な暮らしがしたいと願えばその通り叶うということで、思った通りめちゃくちゃいいじゃないですか、叶うということになります。素晴らしい。新年一発目にして西尾市の明るい未来が、西尾市民の皆さんの幸せを願いたいと思います。はい、これはもう叶うということですね。ガチンコでしたけど本当にいいのが出ました本当に良かった、ほっとしましたはい、西尾市の将来がいいものになるということで、はい、今年一発目から出ましたので、いいものにしていきたいですね。はい、そうですね。ありがとうございました。ありがとうございます。で、今回この使った占いなんですがけれど、通常だったらこの岩瀬文庫誰でも体験できるものだったんですが、はい、素手で引いたりっていうこともあるので、今の新型コロナウイルス感染症の対策のためにちょっと今は体験できないものになるんですね。はい。おそらくまた落ち着いたらまた体験できるようになるかもしれない。一般の方が来館して普通に引くことができる？できない。普段はできたんですけれども、はい、今はできない。この状況の中ではできないものになりますので、落ち着いてまた体験できるようになったら皆さん楽しんでいただきたいものになります。はい、ぜひ収束後楽しみにお越しください。ぜひぜひ。はい。岩瀬文庫にはですね、新年の宝船の絵とかを描いたものですとか、おめでたいものが描かれた本も、色鮮やかなものもたくさんあるので、ぜひこの占いだけではなくて、そういったものを1月ならでは、新年ならではのものを求めてお越しいただけたらなと思っております。はい、それでは今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上です。ありがとうございます。
皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。ぜひ観光文化振興課チャンネルを、いいねやチャンネル登録ぜひしてください。よろしくお願いします。よろしく お願いします。